あの人の現在、行列のできる法律相談所などバラエティ番組によく出演していた本村弁護士。髪の毛がふさふさでかつら説もありますが、実際はどうなのでしょうか。今回は本村弁護士が今何をしているのか、そして現在の姿などをご紹介しましょう。今何してる？1993年に弁護士登録をし、1997年に本村法律事務所を設立。現在は東京赤坂法律事務所に所属している本村弁護士。今も弁護士として活動しており、他にもドラマの法律監修を担当するなど、弁護士のほか俳優としても活動しており、二足のわらじってやつですね。俳優としてはドラマ法医学教室の事件ファイルという2時間ドラマにレギュラー出演しており、22年にわたり演じているということで、立派な俳優と言っても良いでしょう。最近では2018年の映画あの子のとりっこに出演。ドラマでは悪魔の弁護士、みこしばれいじ、食材の聡明局にも出演していました。バラエティ番組にも数多く出演されていますよ。以下のような番組に出演していました。日本テレビ、行列のできる相談所。読売テレビ、タカジンのそこまで言っていいんかい。読売テレビ、秘密の県民賞。他にも単発のドラマやバラエティ番組、情報番組などに出演していますよね。朗らかな感じもあり、優しいイメージもありますし、喋りもうまいのでタレントとしても活躍しているということでしょう。現在の姿。本村弁護士は現在も干されることもなく、テレビなどでよく見かけますよね。露出が減っているイメージもありませんし、今でも活躍していると言ってもいいでしょう。以下のような番組に出演していますよ。日本テレビ、スッキリ、木曜コメンテーター、隔週出演。名古屋テレビ、どですか、火曜コメンテーター。読売テレビ、関西情報ネット10、準レギュラー、主に月曜日出演。読売テレビ、情報ライブミヤネ屋、不定期出演。情報番組ですが、こちらは生放送ということになりますよね。コメンテーターとしての出演なので、これを見ると結構忙しそうだと思いますよ。2013年には世界遺産検定マイスターに認定され、全国で講演シンポジウムに登壇もしているということ。講演2021年9月5日シンポジウム佐渡島の金山を世界遺産に。公演2022年彦根城を世界遺産に。スペシャルトークなどに出演していますね。ということで、今でも多忙な本村弁護士ということが分かりました。見た目もそれほど変わらず、今も若く見えますが、それでも60歳が近づいてきていますけどね。アクティブな性格に見えますし、これからも仕事は順調にこなしていくでしょう。ちなみに私生活ですが、1997年の30歳の時に結婚されています。お嫁さんは劇団時代の先輩だったそうですよ。子供も一人いて、今は20歳ぐらいだと思われます。家では結婚した時の上下関係があり、お嫁さんの方が強いそうな。まあ、お嫁さんがしっかりしている方が家庭としてはうまくいきますよね。ということで、本村弁護士のかつら疑惑から
現在の活動などをご紹介しました。かつらは疑惑ということで、実際は地毛のようです。現在は弁護士、そして俳優やタレントなどとして活躍していますね。これから年齢を重ねた方が弁護士としては仕事はあるような気がしますし、ますます活躍していくでしょう。最後までご覧いただきありがとうございました。